全国のゆずきのみな、こんにちは、どうも、ゆずきです。え今回は、クラナド。この伝説のアニメ、皆さんね、知ってますでしょうかあのー、もう、アニオタなら、もうね、全員が知ってる、神アニメ、クラナドをね、改めてお話ししていこうかなと思っております。そして、クラナドをまだ、見てないよっていう人は、お帰りください。 あの見てから見てからねうちのチャンネルぜひあの聞いていただいてはいあのデ、ー、ィアニメストアで見れますのでどうぞご帰宅くださいはいで、まあ、今回ね蔵などお話ししていくんだけどまあそうねまあ今ね、あのーまあ、新規勢はもう帰宅させたから皆さんもここに残ってる人はねもう皆さん蔵なども知ってる方だと思うんですけど、まあ、一応ね、あのー、概要の方、まあ、忘れちゃってる人もいると思うんで ま軽くね、概要の方説明させていただくと、あのー、まあ、その古川凪沙ちゃんっていう女の子がいて、岡崎智也君っていう男の子がいて、その岡崎智也君と、あの、古川凪沙ちゃんがね、こう出会うところから始まって、アンパン、伝説のアンパンシーンからね、あの出会うところから始まって、まあ、その、まあ、ま、うよ直接会いつつ、みたいな感じでね、まあ、展開していくんだけど <laughs>、あのー、まあ、このアニメの、 何が素晴らしいかと。まあ、まず一番に言いたいところは、やっぱりその岡崎智也と、そして古川渚っていうこの二人の人生。はい。これね、よく使われる言葉なんだけど、クラナドア人生。これね、あの、ま、ネットミームにもなってたりしてたんでね。まあ、聞いたことある人もいると思うんだけど、クラナドア人生。はい。あの、これなんだよね。まあ、クラナドア人生っていう言葉だけ聞いたらね、まあ、何のことやらっていうふうにまと思うと思うんだけど、 そう岡崎智也っていう人物とそして古川渚沙っていう女の子男の子ねこの二人の人生をあの共に歩ませてもらえるこれが蔵どなんですよはいあのご理解いただきましたかまあ皆さんねまあ、まあ、ここに残ってる人は、まあ、知,ってるあの知ってる方だからねまあ改めてちょっとおこがましいねご説明だったかなっていうふうには思うんですけれども あの、まあ、一応、ま、人生なんですよ。このクラナドっていうのはね。まあ、このね、か、その私も、ま、そのクラナドを見てね、本当にこう、感化されたこともね、もうたくさんありますし、なんて言うんだろうな、その、クラナドはその、何が、そう、いいかっていうところ、まあ、そう、人生って言うんだけど、そう、人生ってじゃあ何 え、ゆずき、人生って言うけど、じゃあ、その、岡崎智也とね、あの、古川なぎの人生って何よそれまだ分からない。で、まだ分からないっていう人のために、も、まあ、お伝えすると、古川なぎちゃんと、ま、な、何回言うんだって話なんだけど、古川なぎちゃんと、岡崎智也の、本当に、人生なのはこれ。<laughs> あの、例えば、じゃあ、分かりやすく言おう。分かりやすく言うと、その、まあ、対天ラブコメって、 まあ、あんまりね、その、まあ、引き合いに出すと、まあ、ちょっとそのラブコメにね、ちょっとこう、あんまり嫌な思いもする方もいると思うので、まあ、引き合いには出さないですけど、まあ、某恋愛アニメがあって、その恋愛アニメって、まあ、その、慣れ初めからね、始まって、なんか気になりだすな、みたいなところから始まって、まあ、だん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 こう、こう、ちょっとずつちょっとずつこう、距離が縮まっていって、ああ、その、まあ、付き合います。最終的にこう付き合います。その後の、まあ、大学生編。 結婚編みたいなところは、まあ、おまけみたいなところ、まあ、ぶっちゃけあるじゃないですか。ね。まあ、そんなところもありつつ、まあ、でもまあ、面白いよねっていう、まあ、最近出た、まあ、僕やばなんかもね、とてもまあ、面白い作品だったんだけど、まあ、そこが、まあ、大体、好きや、そして、あのー、まあ、結婚は、まあ、ちょっとなんか、エピローグみたいな感じでね、あのー、そのおわ、終わりみたいな、ちゃんちゃんみたいな、はい、結婚して終わりだよ、みたいな、まあ、アニメがね、まあ、大抵だと思うんですよ。まあ、大学生編もちょろっとやって、みたいな。で、まあ、社会人もちょろっとやって。 はい、結婚、じゃんじゃん。はい、お幸せに、っていう、まあ、アニメがね、大抵だと思うんですけど、はい、倉など、ここで人生でできます。人生とは、じゃーん、あの、あの、あれじゃん、プロフェッショナルとは、ね、あの、人生とは、はい、これ、この二人の、まず、慣れそめから始まりますね。アンパンから始まり、そして、あのーまあ、学校で、 その演劇部を作るっていうところから、ま、だん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 、こう、距離が縮まっていって、まあ、そして、まあ、皆さんね、もう知ってると思うんで、ムカつネタバレしていきますけれども、まあ、その一期の、ま、最初の方でね、まあ、最初というか、ま、最後か。最後、最後の方で、まあ、付き合いますと。まあ、素晴らしいあの、ね、素晴らしいもう一期の、こう、エンディングだなっていう感じで、もうふさわしいあの、付き合おうっていうところから、まあ、その黒板にね、あの、名前書いちゃったりして、まあ、付き合うっていう感じなんだけど、で、 あの、まあ、アフターストーリーって言って、ま、あ一応ま、あ2期っていう言い方を今回させてもらいますけど、まあ、あアフターストーリーね。で、アフターストーリーの方で、あの、がっつり、その、その後、その卒業してからっていう、その模様がね、書かれるんだよね。で、今回はもちろん、クラウドだね、恋愛として素晴らしいアニメです。あの、本当に素晴らしい。あの、僕は何回見てもいいと思ってますし、もう100回以上僕は見てます。嘘です。 実際は、まあ、6、7回かな <laughs> ?6、7週、あのー、ま、してるって感じなんだけど、まあ、あのー、いや、本当にでも100回見ても飽きないんじゃないかなって思ってるし、100回見てもやっぱり、あのー、泣けるシーンというのは泣くんじゃないかなっていうふうに思ってて、で、今回お伝えするのはこの恋愛のね、その一期の先ほど言った、その、黒板に名前を書いて、その良そう、よい人やってのシーンあの、シーンもとても泣けるんだけど、そこは、 今回はお話ししません。今回何をお話しするかって言ったら、卒業した後の社会人のところで僕ちょうど、なんて言うんだろう。あのー、まあ、ようやくともやに追いついたというか、そのともやの心情が本当に身に染みてわかる年齢になったんだよね。その時に改めてクラノドを見ると、 ともにやばい、これ。あの、やばいです。あの、うん。それ何がやばいのっていうところを今回お伝えしていくんだけど、まあ正直僕が初めて見たのは、あの、クララドに初めて、初触れは、 あの、中学校ぐらいなんだよね。中学校ぐらいで、まあ、その、だんだん新アニメに待っていく中で、まあ結構そのネットとかでさ、まあ面白いアニメランキングみたいなことで、まあ調べるじゃないですか。その時にまあギアスとかね、あの、クラナードとかシュタインズゲートとか、まあ SAO とか、まあ、その上位にこうあるやつがあって、それをもう片っ端から見て、見てましたね。あのもう本当にあの、徹夜したりして、あの、ま、ずっとオールして、まあ見てたりっていうこともあったんだけど、で、 の中で、まあ、初めてそこでクラナドっていう、まあ、その、もうアニメの枠をもう超えてるよね。もうあの、クラナドっていうジャンル、あの、クラナドに触れて、それもあ、あの、もうすごくこう感化されて、もう周りの人にね、クラナド見,見ろよっていうふうに、ま、布教したんだけど、あの、誰もね、見てくれなくてクラナド、<laughs> なんか絵が古いとか、クソみたいな、あの、理由つけて、まあ、でもま、クソみたいなって言っちゃったけど、まあ、正直ね、まあ、入りはま、確かに、 まあまあ、僕も思ったよ。あの、あ、ちょっと、あの、今時のね、あの、まあ当時やったのだったら、まあ SAO とか、あと、何がやったかな。まあ当時中学生だから、まあちょ、覚えてないけど、まあ、なんかまあいろいろまあやってて、まあ、元元元移動オンラインとかやったのかな。ねまあリアタイで見てたりして、あ、チ中サとかもやったか、そう、とかもやってたりした時なんだけど、そう。あと、ラブライブサンシャインとかも見てたかな。そうで、あのー、まあその中だったら、やっぱりさ、こう、クラナドって、 まあその、まあ、まあ、言い方悪く言えば、まあ、やっぱりこう古いっていうのはまず第一印象に、まあ、来ちゃうと思うんだけど、そんなんでね、あのー、見る、見ないのはね、もう、あ、まず、あの、兄をたと僕は認めません。あの、賛否両論は認めますけど、僕は、そんなね、あの、絵柄で、あ、絵柄でく、ね、蔵などなんかつまんなそうだなっていう人は、あの、兄をただと僕は認めません。はい。あの、見てください。 すべこべ言わず兄オタなら見ろ。これがクラナドです。はい。まあ、で、まあ、話も踊りますけど、まあ、そんな中で、まあ、クラナドもあれて、で、まあ、その時は、わからなかった。うん、ガキだったからね。うん、あの、その、クラナドの、その真の素晴らしさっていうところに、気づけなかった。うん。あの、その社会人編のね、まあ、ぶっちゃけ、 泣きも別にしなかった。あのー、まあ、あのー、後ろのね、あそこはもう王道で、まあ、大号泣して、もうバスタオル用意するレベルで、ま、泣いたんだけど、まあ、他の部分で、あの、正直今泣ける部分っていうのはそんなになかったんだけど、これね、年齢重ねれば重ねるほど、これね、まあ、僕もね、まあ、そのうちま、将来、もう子供ができてとか、お父さんになってってなって、でそしてま、結婚を前提にね、こう、お付き合いする人ができてっていうふうになったら、これその節目で暮など、 見ていきたいなって僕は思ってるんだよね。なんか気持ち悪いかもしれないけど。<laughs> いや、気持ち悪くもないか。うん、なんかね、ちょっと、言い方あってんのかわからないけど、節目くらなどを入れていきたい。ね。その理由っていうのが、まあ、あの、まあ僕はね、僕がね、どこで泣いたかっていうところなんだけど、そう、どこで泣いたかは、あの、まず、ともやが、就職するじゃん。ね。で、まあ僕も、 底辺高校だったのね。友だと同じ。もうあの、生きりたくて、あの、中学校の時とかね。あの、もう、いや、もう、勉強なんて別にいらんやろ、みたいな。あの、もう、なん、もう、俺はもう人生ね、遊んで謳歌して暮らすんだ、みたいな。サラリーマンなんてデスクワークなんてやってられっか、みたいな。こと、まずと思ってて。 あの、ま、ほんに、友もやと、ま、お、同じかどうかわかんないけど、ま、そういう似たような、ま、ヤンキー思考なのかわかんないけど、ま、人生を舐め腐ってる思考だよね。あの、ま、そういうこと、ま、思ってて、で、本当に、なんだろう、そういう、ま、あね、あの、す、すの原みたいな、ま、人とま、一緒にね、あの、ま、一緒につるんでたりして、ま、結構こう遊んでてっていう感じで、あの、ま、やってたんだよね。で、その結果、友もやも、僕もどうなったかって言ったら、ま、僕はまた別のね、職業にま、 まあやってるけど、あのー、まあ本当に、なんだろう。そう、職が、ない、あのー、路頭に迷うというか、うん。あのー、なんか何をしていいのか、わからなくなるっていう。そして選ぶところが、あの、ブラック企業しか、なくなるっていう。これが、底辺高校に行って、あのー、何もしてこなかった人の、末路なんだよね。うん。それを、 あの、本当に如実に表してるっていうか、の中で、多分、もういいやって諦めちゃう人、もう、てかこういう人って多分いっぱいいると思うんだよね。片や一方で、あの、ま、その頑張ってきた人たちっていうのは、そのクラナドの中でもちゃんとこう就職してたりとか、あの、看護師になってたりね、あの、保育士になってたりとか、あの、みんなこう就職してる中で、やっぱりそこで差がついてるっていうのをクラナドで、 なんか、当時は何も思わなかった。ああね、バカじゃん、みたいな、あ,あの、勉強すればいいのに、とか思ってたけど、今、改めて見ると、あ、自分、あの、自分、そっちのあの、ね、あの、友やタイプなんだっていう、<laughs> あ、友やと同じことやってるわっていうのに、あの、気づいたら、うん、あの、友やと同じ年齢になってたし、高校も卒業してたし、 ね、あれみた、いな初めてともやを見たのは中学の時だったのに、いつの間にか追い越しちゃったな、みたいな。で、まあ、そのともやは僕の年齢と同じで、あのー、その、渚をね、こう、養っていく。ね、結婚して、一人暮らししてっていうところに、すごくね、こう、感銘を受けたというか、ああ、これをするっていうことが、当時は別に当たり前だと思ったし、 あの、いや、仕事なんてしてなん、別にね、あの、そんなに何を悩むんだって思ってたけど、いざ自分がその立場になると、なんだろう、仕事の選び、選ぶのも大変だし、うん、あの、その一人の女性を養うっていうことも大変だし、一人暮らしをするっていうのも大変だし、なんだろう、その、ね、智也は、あの、まあ、すごくこう、丸くなったっていうか、あの、仕事に対してね、 僕がやりますみたいな、あの、ことをこう、やるようになったんだけど、そこも同じで、なんか、その世間に、今までこう、ずっとね、反抗してきた、智也やが、社会人になって、こう、丸くなって、あのー、なんだろう、こう、どん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 一人のね、あの、紳士というか、こう、男になっていくっていう、こう、生き、生き様が、すごくね、染みるんだよね。あの、かっこいいなって思うし、染みる。うん。 本当に、染みる。あの、これが、あの、染みるっていうことなのよ。うん。あの、かっこいいなんて言葉で表せない。染みる。うん。あの、自分の心に。ね、これ、だから、ぜひ、あの、見てほしい。今ね、社会人の人、もちろん学生の人を見てほしい。学生の人は恋愛を、ね、恋愛の方で確かに、あの、あ、いいな、こんな恋愛して、なぎさんみたいなこと付き合って、ね、あの、幸せだな、確かにね、思う人も、まあ、いるかもしれない。 ただ、社会人の人はね、また見方がちょっと変わるんだよね。そしてだよ。そして、まだ僕はその境地にたどり着いてないけど、ね。とも、まあ、知ってると思うけど、みんなね。ともやのお父さんはね、まあ、なんだろう、こう、もうシングルファザーで、ともやをこう育てきったっていうあのシーンがね、まあ、あると思うし、まあ最初のはね、いや、ダメ親だなって思うけど、もちろん最後まで見た人で、ともやのお父さんが嫌いな人は、一人もいないと思いますね。 あの、お風呂入るシーン、牛尾と、あのー、ともやと、ね、お父さんで、お、お風呂に入るシーンね。あのシーンもね、改めて、まあ、当時はね、あのー、まあ、普通に、あの、流し見してたけど、改めて見るとね、もうね、やばいね。あのー、もうな、まあ、多分ね、もっと結婚してというか、まあ、結婚は、ま、まだ、あのー、多分、どっか、ま、多節目で見ろってさっき、 あの、言ったじゃないですか。見ろってか、見、見るって言ったじゃないですか。ね。それなのよ。ま、今、その、と也が仕事をしてるっていうのと、僕は、その、リンクしてるんだよね。そして、また結婚するってなった時に、その出産のあのシーンで多分泣くと思うし、結婚のあの二人でね、暮らして、なんだろう、こう、狭いながらも、あの、楽しい我が家じゃないけど、ああいうシーンに人泣きして、そして出産で人泣きして、そして、 あの、お父さんの、あの、育てきったっていう、あの、最後にね、ともやくんだったのが、ともやっていうシーンでもうもうでしょ。あの、もう今、今でも別に僕、父親じゃ全然ないけど、あの、ね、その風呂のシーンと、ともやくんからともやに変わるシーンと、ね、それでもう一回最初から見たときに、シングルファザーで、あの、 ここまで友もやを育てきるっていう、うん。あの、この、なんだろうこ、凄さ。で、あの、ま、語られてはなかったと思うけど、ごめんね。あの、僕の記憶が正しければ、そんなに多分とやのお父さんもエリートサラリーマンっていう感じじゃなかったと思うのよ。うん。でも、ちゃんとその、で、ま、部屋もさ、ま、アパートみたいな。ま、一軒家か。そう一軒家だけど、ま、そんなにこう、綺麗な感じではないじゃない。そう。で、あの、っていうところから、 ま、決して裕福ではなかったと思うし、ともやのお父さんも、ま、相当我慢。てか我慢しかしてないよね。あの、相当てかもう多分ほぼ我慢。で、全部ともやに自分の人生を預けたっていう、その心、心心というかもう、男だよね。あの、そして、燃え尽き症候群みたいになっちゃったっていう。あのシーン、もう、流しみは できない。うん。もう、まただけど、しみる。<laughs> あの、しみる。これもね。あのー、なんて言うんだろう。この男だよね。本当に。うん。その、一人の息子を、ちゃんとこう、育て、育てきる。ね。それに気づいた時の、多分、ともやは、まあもう泣いてたけどね。作中でも。あのー、うん。もうなんだろう。感謝。 しかないよね。自分がもし、友もやの立場だったら、うん、頭が上がらないって、このことだと思うなっていうふうに、まあ、僕は、まあ、感じたかなっていう感じで、まあ、これ以上ね、まあ、ちょっと語っちゃうと、本当に1時間ぐらい語っちゃいそうだから <laughs>、ま、この辺で、まあ、あのー、クラナドのね、熱、ね、はこの辺にしておこうかなっていうふうに、まあ、思うけど、いやー、いいもんよ、本当にね、クラナドは。うん、染みる。 うん、これにつきますね。いや、学生時代の時はね、その何回も言うけど、その泣きさと友やのその恋愛っていうところが、やっぱ死にるんだけど、大人になればなるほど、クラなどに自分の精神年齢が追いつくっていう、うん、これはね、うん、いや、なんだろう、本当にアニメっていう枠では、うーん、とどまりきらないなっていうふうに、 正直思うかな。やっぱり僕は本当にあの、アニオ、アニオタだし、もちろんそのね、さっき言ったようにギアスとか、こあの、シュタインズゲートとか、SAO とか、まあ、他にもね、あの、アげたらたくさんあるけど、でも神アニメって言われるものって本当にほぼ見てきたけど、なんだろう、こんなに心に訴えかけてくるアニメっていうのは、やっぱりクラナドだけかな。もちろん他のアニメも面白いっていう、 なんだろうこう観点でやっぱ見,見るしもちろん心動かされることもねあのギアスのねあのルルーシュの最後の打ってあの打たれる覚悟があるやつだけだっていう打っていいのがね打たれる覚悟があるやつだけだっていう言葉も本当にもう刺さる言葉にはなってるんだけどやっぱりね僕の中であの「くだなど」っていうアニメは頭一つ抜けてるというか 自分の中で本当に毎回こう大きく自分の何て言うんだろう,こう感性をこうガラッと本当に180度ね見るというか精神安定剤というか自分の中であのクラナドを見ることによってあそうだっていう,こうハッと考えさせられるアニメっていうのはやっぱりアニメの域を超えてるなっていうふうにうん正直思いますね何だろうまあ娯楽の域を。 本当に、こうして、もう人生の一部というか、まあそういうのも含めて、まあ改めて、この言葉がふさわしいかなと、クラなどは人生、まだね、まあさっきね、退場させたから、まあ、見てない人は、ね、いないと思いますけど、まあ、この話聞いてね、まだクラなど見てないよとかね、いう人がもしいるのであれば、ぜひ、あのー、感動体験はね、もう人生に一回しか味わえないと思うし、 あのー、今、ちょっとこう、辛いよとか、悩んでるとか、あのー、もう人生投げ出したい、泣きそうみたいな時って正直あるじゃん。そういう時に、ぜひ、見てみたら、本当にね、こう価値観が変わるアニメになってるかなっていうふうに思うので、ぜひ、触れてみてください。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。